暑いな。よいしょよいしょ。暑いな。暑くて嫌になっちゃうな。軽い、涼しい、めっちゃ涼しいな、快適だ。あれ高橋さん、涼しそうだね。武田さん、まだ空調服着てないの？空調服？涼しい。武田さん、さっき暑そうでしたね。暑かったですね。着ないんですか？空調服ですか？ご存知ですよね。ご存知ですけれども、あんま着ないですね。あ、本当ですか？はい、めちゃくちゃ涼しいんで、いいですね。今日この夏絶対必需品、着られてる職人さんの方とか、すごい多いと思うんですけど、そうですね。はい、まあ、今6月現在、ちらほらもう着始めてる方もいて、30度にも差し掛かろうとしてる、この時期に、もうこの時期、そうですね、すぐに買ってほしい、はい、夏を快適に便利に過ごすアイテムなんで、はい、ちょっと今日お付き合いいただいたらありがたいです。はいはい、空調服って、あの通路服、リユースショップでも、かなりあの未使用品を中心に、あの商材が入ってくる品物になっていて、2、3年ぐらい前からですかね、すごい種類が増えてきましたよね。はい、でその中でも一番見るメーカーさんってバートルさんですかね。分かっていらっしゃいますね。はい、今着てるのがまさにバートルさんの、そうだったんですね。はいはい、もので、で今日あの、はい、動画の前半でバートルさんの、あの、はい、今年のモデルのバッテリーを使ってどのぐらい涼しいのかっていう検証をしたいと思います。はい、でなかなか皆さんあの半袖のタイプが、まあ、職人さんだとよく見るかなと、ね、ベストタイプと、はい、ただ僕個人的には、はい、あの長袖のこのタイプが実は一番涼しいんじゃないかなと思っているので、はい、ちょっと3種類を同じバッテリー同じ強さの性能で試してみて、はい、まあ、主観でどれが一番涼しいかっていうのをお伝えできればいいかなと。じゃあ実践やってみますんで、はい、はい、じゃあお願いします。武田さんがこの動画を見終わったらバートル欲しくなってると思うんで、かしこまりました。はい、楽しみにしてください。楽しみにしてます。はい、はい、じゃあこちらが今年のモデルのバートルさんのバッテリーになるんですけど、まあ、あのこのファンとセットで使っていただいて、組み合わせで、ね、服に埋め込んで、あの涼しさが発揮されるわけなんですけど、今年が 19V、はい、去年何ボルトだったか覚えてらっしゃいます？17ですかね。正解です。はい、その前は覚えてらっしゃいますか？12ですかね。13だったと思うんですけども、はい、AC360 というタイプなんですけど、ぼちぼち見るようになってきていて、でこれ例年5月頃からお買い取りも増えてくる、はい、で販売ももう6月ぐらいから差し掛かって、7月8月には割と欠品気味。そうですね、いつの時も、はい、で昨年のモデルとかも割と入ってきてっていうところなんですけど、リユースショップだとこちらの AC360 は例えば1万5000円で販売しているとして、この1個前の22年モデルだと例えば1万円で販売してたり、さらに前だと8000円で販売してたりっていうのがあるんですけど、僕これを購入するときに EC サイトで見たら昨年のモデルのものが今のこの価格と同じぐらいで売られてたりしたので、その最新モデルっていうところをあのこの動画で見ていただいて、ちょっとご購入の際には気をつけていただきたいなと。はい、はい、思うところであります。で今日の使うバッテリーが 19V で、あの強さが4段階、はい、6V、はい、9V、はい、13V、はい、19V の、はい、19V マックスということで、で 19V だと実は充電が1時間しか持たないんですけど、はいはい、一番暑い時は 19V であって、はい、ちょっと涼しい木陰とかに、日陰とかにいる時は電圧が低いもので長時間使っていただけるっていう仕様になってますね。はい、じゃあまず半袖ですね、で実践していこうと思います。つなげていただいて、設置していただいて、こちらのバッテリーのボタンですね、電源ボタンを長押しでつくんですけども、今少々お待ちください。今最弱の 6V ですね。もうすでに涼しいです。なるほど。一応撮影の分かりやすいように今店舗内なんですけども、冷房を切って確かめております、はい、かなりだから、ね、暑いと思うんですけど、はい、はい、我慢してください、はい、で 6V このぐらいです、はい、まあ室内だともうすでに涼しいかなっていう。なるほどなるほど。で、はい、ちなみにあのまあ50センチくらいしか離れてないですけど、音はほぼ聞こえないですね。 6V だと聞こえない、はい、さっきマックスにした状態とかファン回してるなっていう音がしてたんですが、 6V だとほぼ音が聞こえないような状態ですね。じゃあ次 9V、はい、もうすでに涼しいんですけど、いきますね、はい、これが 9V、はい、どうですか？ちょっと音がするかなっていう感じですかね。この距離だとちょっと気になるなって感じですね。ちょっと離れてみましょうか。まあ、これくらい離れてもちょっと聞こえるかなくらいですかね。2、3メーターちょっと離れてみましたけど、はい、ちなみにあの語彙力がないんですけど、だいぶ涼しくなりました
これが、次が 13V ですね。なるほど。今ちょっとうっすら汗をかいてるんですけども、はい、寒いです寒いぐらい涼しいですね、はい、いやこれすごいです。あ、本当ですか。はい、十分、まあ、バトルさんはかなりバラエティに富んでいて AC 今1176っていう、はい、結構おしゃれめの、あの半袖タイプを今着てるんですけども、はい、あの半袖だと、まあ、ちょっとここの部分は、はい、あの外気にさらされていて、まあ、若干うっすら今僕は汗ばんでる状態です、はいはいはい、ただ一方汗をかいた状態だともうすでに 13V の段階で風が循環してるんで汗かいてたらかなり涼しいというか、まあ、寒いというかもうレベルになってますね。じゃ次最大の 19V、はい、結構寒いですね。 19V だとどうですか、音がもうすでに、かなりあのしますね。はい、サイズが合ってる合ってないもあるんですけども、19V になると、はい、もう耳の部分もちょっと分かりますか、す、ね、前髪が多分結構浮いてると思うんですけど、ね、はい、こんな感じで、このモードで1時間持つのは驚異的だなっていう、いや伝わるかな、これすんごい涼しいんですよ、というか寒いです。涼しさはもうもちろんなんですけど、こういうデザイン各ちょっと後で来ますけど、はい、服のデザインもかなりバリエーションがあって、そうですね、いろいろ選べると、夏の登山とかにキャンプとかに、はい、持ってってもいいのかなというふうに思いますね。黒の方も、職人さんの方もかなり着てる方いらっしゃるんですけど、あの農業とか、はいはい、アウトドアだとか、はい、長時間外でか、ホビーでもお仕事でも活動される方は、もう絶対に持っておいた方がいい。そうですね、はい、熱中症予防にもなるんで、フードも実はありまして。なるほど。で、まあ、プロの方でフードを被られる方はそこまでいらっしゃ、お仕事だからあまりいらっしゃらないかなとは思うんですけども、はい、一応これ UV カットがついているので、女性の方とかも嬉しいかなと、はい、そうですね、でこれさっき試したんですけど、ちょっと今実演しますね、一番最強のモードでフードを被った状態 19V ですね、わ、はい、かりますかね、この頭の頭頂部まで風が来ていて、先ほどまでは首元までの涼しさだったのが、耳と首の後ろで頭頂部を循環して、ここから空気が今出ていってるんですけども、上半身は天国、下半身は汗ばんでます、上半身天国ですっていうのをちょっと紹介したくて、フード付きもあの場合 TPO によってはかなりおすすめなので、ぜひご検討いただければなと。で、まあ、フードを被るとどうしてもあの現場で気になるのが、耳が聞こえなくなってしまうんですけど、はい、どうですか。強モードだとちょっと聞こえづらいです、正直、はいはい、だけどこの今最弱モードで、これ中ぐらいのモード、十分涼しいんですけど、はい、このモードだとちょっと喋りかけていただいてよろしいですか。翔ちゃん、翔ちゃん、もうちょっと小声でもいいかもしれないです。翔ちゃん全然大丈夫ですね。大丈夫ですか。秘密がここのメッシュ、メッシュが入ってますね、はい、ここにメッシュが入っているので聞こえやすいのかなと、はい、まあ、あの耳も聞こえますし、まあ、UV もカットできますし、まあ、紫外線というか直射日光も避けれるんで、まあ、熱中症予防、あと日焼け対策になるかなと思います、はい。どうですかね、見た目。あ、ベストですかね。はい、ベストタイプです、はい、なるほど。かっこよくないですか。かっこいいですね、なんか結構、ね、涼しげな、一応インディゴっていうカラーなんですけど、他にも4種類ぐらいあったかな。じゃあ早速涼しさ、まあ、半袖の 19V の涼しさを僕体に覚え込ませたんで、ちょっと比較しますね今、はい、あなるほど、半袖に比べてめちゃくちゃ動きやすい。そうですか。なんかちょっとあの涼しさ、風を多分逃がさないようにしていて、シャカシャカ風というか、若干生地がさっき半袖で邪魔をしていたかなと。その分あの動きやすさはあるんですけど、あのここの腕の涼しさが今度なくなって、一番暑いのがやっぱり指先からここあたりで、首周りの涼しさは全然変わらないんで、その印象的に涼しさはベストと半袖だとそこまで変わらないかなと。で今ちょっとこうやった時に思ったんですけど、はい、半袖より、はい、なんか脇に直接風が抜けていくん で、ですね、脇ってなんか冷やしたら涼しいって言うじゃないですか、まあ、なんかずっとこうしてたら、はい、こうしてた時が一番涼しいっていうなんかちょっと変な伝え方になるんですけど、はい、まあ、こうしてたら、はい、まあ、ちょっと半袖の方が涼しいかなと、はいはい、こうやったら、はい、ベストの方が涼しい脇の下が冷やされるんで、はい、僕はい、そうちゃんがこうやるたびにあの私涼しくなってます風で、はい、いや
なので僕、はい、あのベスト着るときは、一番涼しいあの、はい、ホームモードはこれなんで、ちょっと こうやって休憩しよう、はい、なんかこんな風に、はい、あの昼寝でもして休憩しようかなって思いました。はい、なのでトータルの涼しさは半袖の方が涼しいかなっていう個人的な意見です。はい、これアドリだったらこっちです。はい。はいはい、じゃあ次長袖いってみたいと思います。はい、じゃあ本命の長袖なんですけど、はい、今一応一番最弱モードでやってます、はい、ボクサーの減量のところに時に使う、はいはい、さっき止めてて、あの着始めて、作動する前、もう暑くて暑くて、ね、痩せちゃいそうだったんで、はい、ちょっと今つけて始めてるんですけど、はい、一応ですね、あのこの状態だと若干暑いです、はい、で理由が、はい、あの長袖なんですけど、腕の指先までちょっと風が通ってなくて、はい、ここぐらいまでしか風が来てないイメージ、あの一番最弱のモードですけどね、はい、風が通りやすいような角度にしたらかなり涼しくはあるんですけど、はい、指先まであの風が通ってないんで、その熱がこもってるかなと、腕全体にと、はい、いう感じですかね。次が上のモードで、はい、このモードでも、まあ、若干風はやっぱ通るんですけど、微妙に暑さはある、はい、長袖の分、だからもしかしたらこれ次いきます、はい、上から2番目のモードですね、だとあのもう通常状態で、はい、風の通りが体全体にあって、あ、はい、もうこの段階で半袖とベストより僕は涼しく感じますね、はい、肩周りも回しやすくて悪くはないかなって、はい、で最強モードですね、はい、あすごいわこれ、ハルクみたいな、どうですか、ハルクみたいな、どうですかね、はい、これ、はい、めっちゃ風来ません、あそうですね、めっちゃ風来てます今、はい、いやこれすごいな、あ最強モードだと、もう何やってても、はい、あの風が体全体に行き渡って寒いです。寒いです。はい。まあただこのモード気をつけなきゃいけないのが、1時間しか最大出力は持たないんで、まあちょっと追い込まれた時とかよっぽど暑い時に、まあちょっとこちら使っていただいて、下の強さのものでも十分涼しかったんで、まあ5時間それで使えますから、もう十分かなと。もう断言できるんですけど、僕は長袖が一番涼しいと思いますね。やっぱり。でも現場ではあまり長袖の方いらっしゃらないかなって。そうですね。あの多分これだけ膨らんじゃうと作業がしづらかったりとかする可能性がなくはないかな。確かにちょっとなんか普段より物に当たっちゃったりとか、はい、巻き込まれちゃったりしたら、かもしれないですね、うん、危ないかなと、はい。だからもしかしたら長袖は涼しさを求める、まあ、一般の方向けで、もう本当に最強に涼しい思いをしたいなら、もう長袖一択かなっていう、はい、長袖とバートル の、まあ、あの2023年モデルですね、はい、の組み合わせでやっていただければいいかなと、はい、はい、思いました。お願いします。もう長袖が一番涼しかったです。あ、本当ですか。半袖だったりベスト状のものも、はい、あのロケーションですね、お仕事で使うとか、はい、アウトドアで使うとかによって、まあ、あの TPO で結構バリエーションがあるっていうところがやっぱりバートルさんの魅力で武器で、はい、なおかつおしゃれでっていうところをちょっとお伝えしたかったんで、はい、今回ご紹介させていただきました、はい、で動画では紹介しなかったんですけど、なんとまだ涼しくなる余地があって、ここにですね、保冷剤を入れて、こことか、こことか、あ、ここですかね、ここに保冷剤を入れたらより涼しさが循環するっていう、そうなんですね、そういうのがあるね、はい、今年のモデルになると思うんですけど、ハーネスですね、安全帯をこちらにつけて、っていうようなあの様々な使用環境に、毎年あの適用していって、あの種類が増えていってっていうところも最大の魅力の一つなんで、ぜひこの後購入していただきたいと詳しく思いました、はい、思います。ちなみにこちらのバッテリーなんですけれども、充電どれくらいかかるんですか。あ、一応ですね、3.5時間、はい、これマキタの充電式の工具に比べたら、18V の6アンペアに比べたら、あの長いとは思うんですけども、あの業界内ではかなり早い方、3.5時間で。なるほど。でパンなんですけども、はい、水洗いにも対応してるんで、あの非常にお手軽にきれいにしていただけると、はいはい、もうこのまま、まあ、水道水なり、はい、僕はシャワーでこの間バーってやってみたんですけど、何の問題もなく動くようになってるので、昔は結構外からエアーのダスターで掃除してたりしたんですけど、まあ水洗いが一番でしょうということで対応してますので、バートルさんの空調服、ファン、バッテリーで、ウェアはそこまで入ってこないんですけども、通路でもかなり取り扱い各店あるので、もしあのご興味ある方、この動画で興味をお持ちいただいた方は、あのかなりリーズナブルな価格で取り扱っておりますので、あのぜひ店舗の方までお問い合わせいただければと思います。逆にあれですよね、去年の、バッテリーが
今年買っちゃったから必要がないっていうことであれば中古の買い取りもできます。あ、はい、ツールオフにお売りいただいて、はい、最新モデルをお買い上げいただいて、あ、それはいいですね、はいはい、ということが可能ですので、ぜひ店舗の方までお問い合わせください、はいはい、ではご視聴ありがとうございました。じゃあまた次の動画で、はい、バイバイ。あー涼しいな。仕事かかるな。